3月22日朝の状態です。いやー、この間買った迷彩の洋服がもう小さい。これ見てください。もう腕が小さくなっちゃってて、和紙なんてもうほとんど七分だけみたいな状態になっちゃってて、ここなんてもう締まらないっていうか締まりづらい状態になってますね。で、胸はもうパツパツになってるし、すごいね。ね、大きくなったね。そして涙が出てる。うん。うん。いい笑顔。じゃあお顔からね。おめめだよ。くるくるしてくる。いい笑顔だ。気持ちいいかな。かゆいところはないかな。でした。ちょっと温度低めだから。がっしりしてきてる気がするんだけど、
話してる。ね、お腹とかもなんか貫禄あるよね。結構ね。ちょっとチェックします。だいぶ筋肉質な気がするんだよな、足とか。結構早くなるかな。いい蹴りが出せるようになるんじゃないかな。格闘家向きの足。よいしょ。じゃあ腕通します。動かしてもらえないか。そう。上手。さあ、泣かずに最後までできるかな。よし。じゃあ、ちょっと動かしてもらって。うんち出たかな。そうだろう。今の音は。うん。完成って感じ。そうだ。